東京校にもね、教頭っていうね、あだ名だったんですけど、塾の副校長さんがいたんですよ。東京一級生だったんですけど。で、一回ね、ユニバーが始まったぐらいのタイミングで、ヒロさんのコーチカウンセリング受けさせてください、つって、ういういよ、つって。で、東京のカフェでこうやったんですけど、彼のターゲットはね、お父さんだったんです。もうとにかくお父さんに支配されてきて、もうずっと厳しくされて、結果もう自信がなくてしょうがない。今、塾の先生として何とか頑張ってんだけど、なんか子供たちに胸を張れとか、言えない自分がいて、つって、そう、つって。で、全部こうね、ファミコン、ファミリーコンステレーションつうね、家族全部分解して分析して、見えてきた課題は、教頭さ、じゃあね、ちょっとあんた誕生日いつつったら、ちょっと翌月ぐらいだったわけ。ああ、そう、つって。じゃあ、宿題出します。次の誕生日までに、お父さんを、食事に誘って、二人でご飯を食べてきなさい。いや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 、絶対無理です。もうヒロさん、それだけは勘弁してくださいって。もう、うちの親父、ほんとそういうタイプじゃないんで、ほんと無理です。もう、勘弁してくださいって。もう、僕そこだけ向かい合えないです。そのだからやってきて、つって。いや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 。ああ、じゃあオプションつけるわ。さすがに二人でご飯だけだと寂しいと思うんで、その後、二人で温泉に行って、お父さんの背中流してきて、つった。いやいや、もう、ほんと無理ですつって。もう考えただけで汗かいてきたつって。そう。だからやるんだよ。で、僕、やらしい男なんで、教頭さ、ユニバーの仲間のこと好き？あ、もうめっちゃ好きです。って僕のこと好き？あ、もう、むひろさんめっちゃ尊敬してますって。僕ら10個ぐらい上なんだけど、年。めっちゃ尊敬してます。そう。この宿題やんなかったらさ、来月からユニバー来なくていいから。よいしょ。どうぞ、とのご勘弁をぐらいの感じだったんですけど、僕その辺は悪逆非道ですから、うん、じゃあつって、宿題だけ出して。ほいでね、彼ね、ずっと悶々としてて、こんなことできるわけねえだろうと。ユニバー行けんくなっても困るしなぁ、つって、ヒロさんに会えんくなっても困るしなぁ、みたいなところでね、約束の日の前々日だったから、要は誕生日までにやってこいって宿だったんで、前々日に、もうやらなしゃあないと思いながら、お父さんこう、やっぱね、威厳のあるムッとした感じの人なんだけど、声かけようと思ったんだけど、声にならないんだって。お父さんのおが出ないっつって。で、前々日、約束の日の前々日に、ここまで出たんだけど、できなかったんだよって。ああ、もう俺のバカ野郎と思って、もう次の日、もうタイムリミット明日だから、もう今日がラストチャンスじゃん。もう今日は声かけなきゃと思って、ご飯中になんとか声かけるんだ。ご飯中。ああ、ご飯終わっちゃった。どうしよう。ああ、お茶飲み終わっちゃう。今行かなきゃ。ああ、飲み終わっちゃった。って。してるうちにもうお父さんさっさと席立ち上がって、なんか部屋に戻ろうとしちゃったもんで。お父さん！明日僕、誕生日なんですけど、ご飯にでも行きませんか二人って。なんだお前急に。いや、嫌だったらあれなんですけど、二人でご飯とか食べたことないなと思って。どこ行くのか。いや、お父さんのなんか、好きなお店行こうかなと思って。いいぞ、別に食事ぐらい。ありがとう。決まったなんて、アポが。ほんで、次の日にご飯行って。またご飯中も結局一緒ですよ。温泉。ご飯だけで、もう温泉も行ったことにしようかな、みたいな。なんかいろんなことぐるぐるしながら。お父さんの、温泉にでも行きませんか？この後。なんだお前急に。風呂？はい。いいぞ、行くか、じゃあ。ありがとう、つって。ほんでね、二人でこう、ね、浴槽入る前にさ、体洗うじゃん。隣同士で。またここでも一緒よ。背中流さなきゃ。まず頭から行った、頭から。この後体だな。足から行った。お腹ね。肩のあたりね。背中今だよね。行かなきゃいけないんだよね、俺。
背中流しましょうか。タオル渡してくれて。でね、湯煙の中で、お父さんのね、背中流しながら、あんなに怖くて、おっきなお父さんだと思ってたのに、こんなに痩せちゃったんだって思ったって。涙止まんなかったらしいわ。こんなに痩せてたんだって。こうやって僕育ててくれたんだなって。またね、俺言ってもいないんだけど、彼もう一個チャレンジしてね、どうせよかったら、僕の背中も洗ってもらえないですかっつって。もういいぞ、つって。一緒に背中流し合いっこして。そっからね、風呂の中でいろんな話して。で僕一個宿題出してたんですよ。僕が生まれた時、どんな気持ちだったか聞いてこいって。お父さん言ってたらしいよ。嬉しかったさーって。初めての男の子だもんな。写真送ってきましたよ。お父さんね、いいねしてたから。別人みたいに変わっちゃって。もともとね、本当に誠実な優しい人だったんですけど、なんかね、こう目に見えない自信のようなものを、本当こう手に入れたっていうか、ふと面白いことが起こって、彼ね、塾の要はナンバー2なんで、売り上げとかも本当にこう、やっぱりね、伸ばさなきゃいけない立場だし。で、塾のなんかこう、人数の制限があったらしくて、毎年毎年ね、何人だったかな、なんか、40人かなんかの壁を超えられなかったんだって。まあ、こじんまりした塾なんで、とにかく今年も40人を超えるぞって言いながら、毎年毎年33人、35人で止まっちゃうと。なぜうちの塾は40人突破できないんだ、って言ってたらしいんだけど、お父さんとそれがあってから、何が起こったかっていうと、僕は何もしてない。プロモーションも何も変えてない。売り方を変えたわけでもない。にもかかわらず、ヒロさん、うちの塾今年45人入ってきたんですって。何ですかこれ。言ってましたよ、本当に。これね、ちょっとね、この後また話しようと思ってたんですけど、人生の課題って、ね、さっき言ったように、すべての悩みには、人間関係のターゲットが存在しますと。で、その人間関係の悩みというのはやっぱり大きく分けて3つに分けられて、ワークタスク、フレンドタスク、ラブタスク。で、見ていただければ分かるように、ワークタスクの方が簡単なんです。ラブタスクに行けば行くほど難しくなります。容易からだんだん難易度が上がっていきます。仕事って変えればいいんですよ。うまくいかなかった。そうですよね。フレンドタスク。友達も別にうまくいかなかったら友達変えることできますよね。でも、親って変えれる？変えれないんだよね。一旦親子になると、死んだって親子だし。こんな親もう嫌だって言って、あなたが地球の裏側、ブラジルに逃げようが、月の裏側まで逃げようが、冥王星まで逃げようが、親子なんですよ。永遠に。だからね、親子とか家族の結びつきってすごく強い。配偶者もそうだよね。赤の他人だったのに夫婦になっちゃうんですよ。で、これ離婚すればフレンドタスクになります。けど、子供がいたらどうなる？子供いると、子供にとっては永遠にこの子たちの父ちゃんと母ちゃんなので、離婚したってラブタスクって続くんですよ、これ。そう。なのでね、下に行けば行くほど難しくなる。照れるんです。勇気がいるんです。しかもね、下に行けば行くほど、ごまかしが効くんです。人にバレないから。ワークってバレるじゃん。ねえ、学年主任がいい加減な仕事してたらバレるんだよ。ねえ、主婦がいい加減な仕事してたらバレるじゃん。けどさ、変なでしょ？学年主任が家で嫁さんにひどいことしててもバレないもんね。そういうことですよね。そう、主婦が家で、例えばだけどお母さんにひどいことしても、これバレないじゃん。だからね、ラブタスクって一番逃げたいし、一番逃げれるし、一番ごまかせるし、一番めんどくさいんです。だからみんなここ逃げたがるんです。けど、さっきの、ね、東京校の彼のように、怒
ここでこう線が引かれまして、根っこなんですね、こうやってね。ラブタスクって根っこなんですよ。これ木ね。要は、根っこをちゃんと大切にすると、その後幹が、要はね、人間関係その以外うまくいったりとか、仕事がもっとうまくいったりとか。逆に言うと、ラブタスクを大切にせずに、ワークタスクね、木の枝葉ばっかり大事にしようとしても、一旦は栄えても、その後枯れます。YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは行ってらっしゃい。